今回は弟がエーペックスをプレイ中に焼きそばパン買いに行くのが間に合うのか検証やっていきましょう。おようたけ、はい、俺は焼きそばパンが食いてんだ。はい、今すぐ買ってこい。よいしょ、よーい、ストン。皆さんお久しぶりでございます。私、今回実況を務めさせていただく OTAKE、 人呼んで OTAKE と申します。よろしくお願いします。では早速おたけ選手の意気込みを聞いていきましょう。今回は自信がありますね。なるほど、今回は自信があると。おたけさん、ありがとうございます。さあ皆さん、このシリーズお待ちかねの例の名物が来ますよ。どうぞ。はい、十分に堪能できたんじゃないんでしょうか。前回この動画を上げた時にコメント欄では、いや完全に馬で草わらわらみたいな感じに言われてたので、これは馬の吐息と名付けましょう。はい、もうそろそろね、あのスーパーに近づいてきてるので、弟の視点レッツゴー。弟の視点に移り変わって、さあ早速マスティック、おーっといきなり接敵だ。よう当ててるね。もう次は何ダメ、 9？ 次は何ダメ、9か。またおっと、これもしかして次もあるのか。おお、とんでもないプレイが出てますよ今。とんでもないプレイが出てますよ今。ここでまさかの3連続9ダメージ。おっと、ダウンをしてしまった。これもしかしてですよね。早速負けちゃった。え、でもまだ帰ってこねえもんな。あ、バレねえだろ、もう一試合いっちゃえ。まさかの試合続行です。あった、焼きそば買いましょう。私は感謝の気持ちを伝えるのは日本人の誇りだと思っています。今回もしっかりと伝えていきますよ。お願いします。はい、ありがとうございます。聞きましたでしょうか、なんということでしょう。お願いしますとありがとうございますも言えました。これは歴史的瞬間とも言えるでしょう。早速パンを購入して早く行こうとするところですが、これがまた手こずってる。購入し終わって早速帰ろうというところで、ここで幸せなひとときが来ます。パンちゃんね、見てください皆さん、なんとも可愛いブルドッグだ。いやー素晴らしい。私実は柴犬が好きでして、なぜ柴犬が好きかと言います、まあさっきは一瞬で死んじゃったけど、まあ実際おたけにはバレん、実際、うん、だから大丈夫だろ、もう一試合行ったところで。あいつバカだからな。ああ、編集中に気づいたのですが、私おたけめちゃくちゃ弟にバカにされてました。貴様よくもバカと言ったな、ぶち殺す。大変お見苦しいところをお見せいたしました。皆さん、ゴールデンウィークはどう過ごされましたでしょうか。友達と遊んで過ごす方、家でゆっくりのんびりする方、はたまた家族と旅行に行くなど、いろいろあったと思います。まあ私の場合はこんな感じでアフレコしてて終わったんですけどね。よほほほほほほほ。ふぅ、お山様。え、早かったな。焼きそば買いました。よくやった。これ何試合目だと思う？え？2試合目。1試合目？